リージェン CTR-1 リージェン CTR-1 のカイロズリージェン CTR-1 の内部リージェン CTR-1 は1954年11月1日にインダストリアルデベロップメントエンジニアリングアソシエイツから発売された世界最初のトランジスタラジオテキサスインスツルメンツが自社製の成長接合型トランジスタを民生用電子機器へ販売するために 日本として製造した試作品のトランジスタラジオをもとにインダストリアルデベロップメントエンジニアリングアソシエーツが製品として開発して販売した。一般の消費者向けのトランジスタを利用した電子機器で大量に販売された最初の製品でもある。電源は 22.5V の積層電池を使用していた。四国式でスーパーヘテロダイン式だった。 大きさは 3X5X1.25 インチ12オンスだった。価格は49.95ドルだった。本革製ケースと耳かけイヤホンがオプションとして用意された。およそ15万台が販売されたとされる。世界初のトランジスタラジオだったが、同時期の真空間式携帯ラジオと比較して電池は長持ちしたものの、音質は満足のできるものではなく、 成長接合型トランジスタのぶとまりが低いため、高額ですぐに販売が中止された。その後、東京通信工業はこの問題を解決して1955年7月に TR-55 を発売した。ありがとうございます。